朝木くん、今日の進路相談アンケートどう書いて提出しました？はい、今日のアンケートで急に現実的になった気がしました。私はカルメラで働きたいって。それも考えてはいたんですけど、今はカルメラで働くのがとても楽しいんです。だからずっとそうできたらいいなって。朝木くんと一緒に。朝木くんはそこまで考えているんですね。私、どんな道に進んでも朝木くんと会えないくらい遠くに離れるのは嫌です。朝木くん、ありがとうございます。こんばんは。いつも通り二人でお願いします。はい、お二人様ですね。ご案内いたします。リシェちゃんの笑顔、今日も癒されちゃうな。わかる、わかりみしかない。大げさですよ。私もまだ朝木くんと一緒にいたかったから。それは私にも分かってます。仕事しながら少しだけ考えていたんですけど、専門学校なら一緒に通えますよね。今なら経営から生徒までいろんな学科のある複合的な専門学校が増えていますから、そういうところなら一緒に通えるんじゃないかなって。はい、まだ調べてみないとはっきり何とも言えないですけど。たくさん出てきましたね。でも一緒に通えそうな学校があるっていうのは分かりました。そんなことないです。私、カルメラで働きたいっていう希望が決まっていることがすごく嬉しいんです。
まだ自分のやりたいことが見つかっていない人が多い中で、私にはもうどうしてもやりたいことが見つかっています。それを見つけられたのはカルメラのおかげなんです。カルメラは私にたくさんのことを教えてくれた場所なんです。働くことの辛さや楽しさ、お客様の幸せそうな笑顔、それから朝希くんと出会えたことも。だから朝希くんが心配するようなことはないんです。私が自分で考えて自分で決めたことですから。私も朝希くんと出会えたから、これからのことをきちんと考えられたんです。だから朝希くん大好きです。千里さん、カルメラパンケーキ一つとカルメラ特製サイフォンコーヒー2つをお願いします。はい、すぐに用意するから待っててね。朝希くん、今ちょっとお話ししても大丈夫ですか？商店街の方に新しいカフェがオープンしたって聞いて、行ってみたいなと思ってるんです。はい。でも一人で行くのも寂しいですし、どうせなら朝希くんと一緒に行きたいなって思って。どうですか？ありがとうございます、朝希くん。リシェちゃん、カルメラパンケーキとサイフォンコーヒーお待たせ。お客様の席までよろしく。はい、わかりました。さっき私に相談とか言ってたのが聞こえたんだけど、何かあった？それで私に相談だったんだ。いいじゃない、二人で出かけてきなさいよ。うん、夏ほどの忙しさはないし、みんなも仕事に慣れてきてるから特に問題もないと思うの。もちろん店長さんが必要な事態が起こればすぐに連絡するけど、そこまでのことなんてめったにあるものじゃないしね。それにリセちゃんとデート、なかなかできないのは寂しいでしょう。あれ、千里さんと朝希くん何を話していたんですか？しっかり
しみですね。朝希くん、どうかしたんですか？学園もバイトもありますから仕方ないですよ。でも私はそれが楽しいと思っていますし、朝希くんとも一緒にいられますから、私今とっても楽しくて不満は何もないですよ。それはそれとして、今日の閉店までお仕事は頑張りましょうね。はーい、最後まで頑張ります。朝希くん、お待たせしました。カルメラからの方がお店には近いですから。そうですね。それじゃあ次のデートは別の場所で待ち合わせしましょうか。はい、それじゃあ今日はこのまま。出発です。お店の作りからの雰囲気がありますね。今だったら並ばず入れるみたいですね。店の中がどんな感じになってるのかも楽しみですよね。はあ、ドリンクの種類かなりありますね。コーヒーと紅茶もいろいろ揃ってるみたいです。いろいろ頼みたくなっちゃいますね。紅茶をポットで提供してくれるんですって。フルーツのもあるし、野菜が入ってるのもありますね。写真も載ってるし、どれも美味しそう。はい。でも種類が多くてどれにしようか迷っちゃいます。なるほど、いきなり変わり種を頼むより純粋に味がよくわかるかもしれないですね。それなんだかわかる気がします。じゃあ私もそういうのに、これにします。このミックスベリースムージーです。すごく可愛くて美味しそうで、これがいいなと思って。それじゃあ注文しましょうか。お待たせいたしました。チョコバナナスムージーとミックスベリースムージーです。ありがとうございます。ストローを2本ずつご用意できますが、どうしますか？あ、はい、お願いします。
これなら一緒に同じ味を楽しめますね。あさきくん、もしかして恥ずかしいですか？でも、一緒に同じ味が楽しめるし、見た目も可愛いから私はすごく嬉しいです。あさきくん、早く飲みましょう。はい、それじゃあいただきます。うん、甘酸っぱくて美味しい。ベリーの味がしっかりしてるからすごく飲みやすいです。美味しい？はい、一気にたくさん飲みたくなっちゃいます。そうですね、あさきくんのチョコバナナスムージーも飲みましょう。なかなかないから嬉しいです。私もです。はい、でも甘すぎることもないから飲みやすいですね。他の味も試したくなっちゃいます。メニューにいろいろありましたし、また来る楽しみができた気がします。ねえねえ、あの子かわいい。うさ耳ついてるよ。ほんとだ、かわいい。彼氏と仲良さそうなのも羨ましいな。カルメラにお邪魔してもいいですか？はい、そうしたいです。いらっしゃいませ。あ、ニシちゃん、大木沢くん、こんにちは、リラちゃん。二人ですとか言ってみたりして。帰ってきたの？うん、それでカルメラの様子を見たいなって思って。
法だったんだね。ちょっと驚いちゃった。驚かせてごめんね。でもお客様みたいにカルメラに入るのなんだか新鮮で楽しい。言われてみればお客様としてってないもんね。うん、それにミラちゃんにいらっしゃいませって笑顔で言われるのすごくいい。常連さんの気持ち分かっちゃうな。もうまたそういうことを言うんだから。だってミラちゃんは可愛くてついつい。私も千里さんに会いたいです。千里さんなら今日は特に何もなかったのでずっとキッチンにいてくれてます。ただいま戻りました。あら、二人ともお帰りなさい。もう帰ってきたの？ゆっくりしてきたらよかったのに。はい、新しくできたカフェ、とても素敵なところでした。ああ、あのリゾート風っていう売り込みのカフェだっけ？新しくできたばかりだから、私も気になってたんだけど。ねえねえ、どんな感じだった？お店の雰囲気とか、客層とか、メニューとか。あ、そうです。私もお手伝いします。もう二人とも何言ってるの。今日はお休みなんだからお店のことはいいの。今日は二人がデートをする日なんだから、まずは自分たちが楽しむことを優先しなさい。それに特に問題なくお店は回せてるんだから手伝う必要はないの。ありがとうございます、千里さん。うんうん、それが一番。カフェの話は今度聞くから、なんだったら朝希くんの部屋でゆっくりしてきなさい。そうですね。何かあったら呼びに行くけど、ま、今日は何もないでしょ。ゆっくり過ごしてね。大丈夫です。アルバイトの日は今日より遅いですから。はい。あ、そういえば朝希くん、晩ご飯はどうするか決めてます？そういえば普段はどうしてるんですか？お休みじゃない日とか。そうだったんですね。せっかくこうして一緒にいるんですからご飯作ればよかったですね。週末のお休み久しぶりでしたから考えがそこまで回らなくて。でも私が朝希くんにご飯を作ってあげたかったんです。その時は美味しいご飯作りますね。約束です。指切り厳慢でさ。そう思ってくれるの嬉しいです。それじゃあ約束だけ。指切り厳慢、
今度はきっとご飯を作ります。学園祭での出し物ですが、何かやりたいことがある人は挙手で発言をお願いします。はーい、質問質問。笹塚さん、どうぞ。質問って何かあるの？出し物って例えばどんなの？基本は飲食系になるのかな。でもそれ以外にも演劇とかライブ、お化け屋敷みたいなアトラクションもいいみたい。なるほど。それじゃ結構いろいろ思いつきそうだよね。飲食系がやりたいという意見が多かったけど、やりたいお店はありますか？はい、一つ提案があります。は、じゃあ遠藤さん。大木沢くんのカフェ経営の経験から知恵を借りられないかなと思うんだけど、どうかな？おお、なるほどなるほど。確かに大木沢くんにカフェのアイデア出してもらったら、他のクラスよりもいい感じにできそう。というわけなんだけど、どう？じゃあ種類を少なくして提供するなら？確かに、いきなりこれでっていうのは出てこないかも。お料理上手の人でこれが得意みたいな人。うわあ、そんなに簡単にいるわけないか。じゃあまずはメインにしたいものから考えた方がいいのかもしれないね。またみんなに意見を募りたいんだけど。しました。私たちのクラスはクレープ屋になったんですよ。そうなると嬉しいな。お兄ちゃんも時間があったら食べに来てね。ホットケーキミックスを使えば簡単にクレープ生地が焼けるし、クレープ屋はいいアイデアね。そうなんです。でも生地を薄く均等に焼くのは難しそうだし、私は焼く側に回るかもしれないので練習頑張らないと。なんだったら私がコツを教えようか？
焼き方がわかれば綺麗に焼けるしね。本当ですか？ぜひお願いします。お兄ちゃんのクラスは学園祭の出し物決まりましたか？ありがとうございます。でもお店の方は大丈夫ですか？はい、でも朝希くんに早く会いたいから急いじゃうかも。うちのクラスはハンバーガー屋になったんですよ。アメリカンダイナーみたいな雰囲気にしたいって装飾担当の子が言ってました。はい、みんなでいろいろ頑張ってお客様がたくさん来るようにしたいです。このタイミングでひっくり返せば、あー、綺麗に焼けてる。うん、タイミングを覚えるまでは大変だけど、覚えちゃえば綺麗に焼けるよ。それまでは練習かな。たくさん焼くの大変そう。そうだよね。それに焼いたのは食べないといけないし。それはみんなで食べちゃおう。男子もきっとたくさん食べてくれるよ。喜びますから。はい、あとはちゃんと味もしっかりさせないといけないですけど、ちょっと自信あるんですよ。実はハンバーガーにつけるソース、私が味付けを考えて作ったんです。クラスのみんなには好評でしたよ。朝希くんのお口にも合えたらいいんですけど。そこまで言われると食べる前にハードルが上がっちゃうからちょっとドキドキしますね。でも食べてもらうの楽しみです。朝希くんこそカルメラに向かわないといけないのにごめんなさい。じゃあまた後でカルメラで。
大木沢くん、お疲れ様。さすがにいろいろ手慣れてるね。みんな助かってるよ。そろそろ交代で休憩でしょ。こっちはもう大丈夫だと思うから早めに行ってきて。昼ぐらいにお客様が殺到して材料が尽きてしまって。実は朝希くんの分は確保しておいたんですよ。もちろんでさ、だって朝希くんにも食べてほしかったですし。どこかに移動して一緒に食べましょう。どこにしましょうか。はい、どうぞ。一人分だけだから、朝希くんが食べてください。先に朝希くんが食べてください。本当ですか？よかった。朝希くんにそう言ってもらえると嬉しいです。はい、それじゃあ私もいただきます。なんだか人が多いですね。午前中より増えてるかも。え？はい。手ですか？はい。ぎゅーってして離さないでくださいね。本当ですね。こんなに大盛況になるなんて思ってませんでした。ああ、大木沢くんと塩の宮さん。うん、休憩。春と風味は混んでないとこ探してるみたいだけど、なかなか。二人のクラスは駄菓子屋なんですよね。やっぱり小さい子が多かった？うんうん、懐かしいって言ってる大人のお客さんが多かったかも。そうだったんですね。やっぱりお店によっていろいろな反応がありますね。他のクラスとかも見に行きたかったけど、結構完売のお店増えてるね。
みんな大盛況ですけど、これだけ人が多いとゆっくり見て回るのも難しそう。他も大体そんな感じだし、お化け屋敷とかも混んでたな。そうですか。せっかくの学園祭なのにな。うん。あ、二人でいろいろ回れるのは羨ましいって思うけど、この混雑だとゆっくりは楽しめないかも。私はみんなと他も見てくるけど、二人はどっか別のとこでゆっくりしたらどう？準備とかで忙しかったし。別にお礼言われることじゃないし。じゃあ、ハルとフーミのとこ行ってくるね。はい、神崎さんも楽しんでくださいね。人が多いとゆっくりできる場所があるのか。そうですね、校舎のどこかに人が少ない場所があるかもしれないですし。